ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。 DTMer に大人気のオーディオインターフェース、ユニバーサルオーディオのアポロシリーズ、その中でもデスクトップタイプの製品であるアポロソロ、アポロツインマーク2、アポロツイン X、 そしてアポロ X4、 この4製品がなんと値下げされました。ここ数年、円安や、材料価格の高騰により音楽制作関連のハードウェアっていうのは軒並み値上がりしています。そんな中で値下げです。僕は、2020年の4月に、こちらのアポロツイン X クワッドを購入しておりまして、このチャンネルではたびたびアポロツイン X に関連する動画を出してきました。どちらかというと恨み節に近いような内容っていうのが多くて、2022年9月にプリズムサウンドタイタンというラックタイプのオーディオインターフェースを購入したことで、現在はメインのオーディオインターフェースからサブのオーディオインターフェースに降格しております。活躍の機会はかなり少なくなってしまったんですが、2周ぐらい回ってアポロツイン X やっぱりいいよな、おすすめ機種の一つに挙げざるを得ないよなと、そんな気持ちになっているんですね。今日は改めて、皆さんにこのアポロツイン X の魅力を語りたい。そして、アポロシリーズの新型は一体いつ出るんだろうか、そんなお話もしたいと思います。ぜひ最後まで動画お楽しみください。今回の動画のテーマであるアポロツイン X をはじめ、僕のおすすめの音楽制作機材をまとめて紹介しているサイトの URL を、説明欄に掲載しています。そちらもぜひ参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。年内5万人登録目指して頑張ってます。有意義な動画、有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今になってアポロツイン X をおすすめしたい理由、それは他社製品と比較して相対的に製品の価値が上がっていると感じるからです。一つ目の要素が価格。アポロツイン X が発売されたのは2019年の10月。僕は2020年4月にアポロツイン X クワッドを税込み16万5000円で購入しています。その後2020年末にヘリテージエディションという UAD プラグインをセットにしたパッケージの販売に切り替わり、当時の価格がデュオで126,500円、そしてクワッドが184,800円。この販売方法の変更っていうのはユーザーにとっては実質的な値上げという印象が強かったと思います。さらにその後、円安の進行に伴って価格改定が行われ、値段が上がり、で今回の値下げで元に戻ったという感じです。2019年10月のレートは1ドル108円、そして2023年5月現在のレートは1ドル135円。円安の傾向っていうのは変わっていないのに値段が元に戻った。この4年間でほとんどのメーカーが価格改定で値上げを行っており、2022年以降に発売された製品に関しては発売時から現在のレートを意識した価格設定になっています。周りの機材は値上がりしたのにアポロツイン X は値段が変わってない。相対的にコストパフォーマンスが高くなったと言っていいでしょう。2つ目の要素が UAD プラグインがネイティブ対応となったことです。2022年4月にサブスクリプションサービス UAD スパークがスタートしました。サブスクサービスで加入していなくても、すでにライセンスを所持している UAD プラグインに関しては、アポロをコンピューターと接続することなく、コンピューター上で使用することができるようになったんですね。UAD プラグインのライセンスを所持していることの価値が上がったと。また、2020年の4月からは、アポロユーザーに対して、ルナレコーディングシステムというユニバーサルオーディオ社製の DAW ソフトっていうのも無償で提供されており、アップデートを繰り返しながら進化を続けています。今まではアポロのハードウェアをコンピューターに接続していないと、このルナレコーディングシステムっていうソフトは立ち上げられなかったんですけれども、最近のアップデートでそれも改善されました。このアポロツイン X、2019年10月の製品販売開始時よりも製品自体の絶対的な価値っていうのも上がってるんですね。
そして最後の要素が、結局他社からアポロツイン X を脅かすような製品のリリースがなかったということです。コロナ禍によるオーディオインターフェース需要の拡大っていうのも相まって、アポロツイン X がリリースされた2019年の暮れから2022年までの約3年間っていうのは、オーディオインターフェースの新製品リリースラッシュが続いた3年間だったんですね。とにかくいろんなメーカーからいろんなオーディオインターフェースが出ました。特に2021年以降は配信用の機能を搭載した特徴的なオーディオインターフェースっていうのが多くリリースされた印象があります。はじめは期待感がありました。定番製品の牙城を崩す画期的な製品や強烈なコストパフォーマンスを誇る新製品が出るんじゃないかなと。ですが新製品のリリースラッシュが落ち着いた今振り返ってみて、やっぱりこのアポロツイン X に変わるものって出なかったんですよね。それどころか配信用の機能を売りにした製品がたくさん出たことが、アポロツイン X の素晴らしさを一層際立たせることになったんではないか、僕はそう思うんです。アポロツイン X って実はめちゃくちゃ配信に強いオーディオインターフェースなんですよ。他社の配信向けのオーディオインターフェースっていうのは利便性に特化していて、音楽家のための製品っていう感じがしないんですね。アポロツイン X っていうのは音楽家のための製品で、音楽家の配信にめちゃくちゃ強いんです。過去にワンオペでの配信ライブのシステムを解説した動画と、Mac との組み合わせでこのアポロツイン X を実質バスパワー駆動で運用できるやり方っていうのを解説した動画をアップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。アポロシリーズっていうのは内蔵 DSP による処理能力っていうのを売りにしてシェアを伸ばしてきた。音にこだわりたいクロート向けの製品っていう印象があったと思います。プロの作曲家、編曲家、ミュージシャンのホームスタジオに導入する、そんなイメージです。でも今はいろんな肩書きを持った人にこそこのアポロツイン X おすすめしたい、そういうふうに僕は考えています。先ほどもお話しした UAD プラグインのネイティブ対応によって DSP を多く搭載するモデルを購入する必要性が低くなったっていうのも大きなポイントです。ほとんどの人にとって DSP は2機で十分だと思います。アポロツイン X デュオヘリテージエディションが128,000円、今この価格は高くないですよ。本気でそう思います。いかがでしたでしょうか。最後にアポロの新型っていつ出るの、っていうお話をちょっとしたいと思います。ここからは完全に僕の推測を元にしたお話です。これまでのリリースのサイクルっていうのを見てみると、そろそろ新型が出てもいい時期なんですね。アポロツインの初代が2014年の1月に発売、そしてアポロツインマーク2が2017年の1月発売、だいたい3年周期でアップデートされてきたので、そのペースだと次は2023年今年の初頭だったはずなんですけれども、今のところ新型が出るという話は一切聞きません。先日開催された世界最大の楽器ショー NAM2023 でもそのような動きっていうのはありませんでした。ユニバーサルオーディオも次どんな製品にしていこうかって悩んでるんじゃないかなって思うんですよね。もうブラッシュアップする部分がほとんどないと僕は思うんですよ。そもそもアポロツインマーク2からアポロツイン X へのアップデートっていうのも ADDA のアップデートくらいなもんで、現在もマーク2っていうのは併売されてるんですね。ただ DSP の搭載数を増やしただけではインパクトは小さいし、 UAD スパークの展開と矛盾する部分もあります。新型が出るとしたら、新しい筐体に新しい機能を搭載して、完全にリニューアルされるんじゃないかなって思うんです。もしそうなるとしたら、価格は間違いなく上がるでしょうし、現在のレートをもとに設定されるでしょうから、20万円超えからスタート、というような製品になる気がするんですね。そうなってくると、もうターゲット変わってくるよねって思いますし、新型が発売された後もこのアポロツイン X の価値って下がらないと思うんですよ。そんな風に考えていることも今このタイミングでアポロツイン X を押せる理由だったりもします。ちなみにもし新しい機能が搭載されるのであれば、どんな機能が良いか、僕はね、スピーカーの補正機能
それをぜひ搭載していただきたい。可能性は十分あるんじゃないかなと思います。スピーカー補正機能を搭載した新しいアポロが出たら、またユニバーサルオーディオが天下を取るんじゃないかなと。さらにアポロ X4 のように ADAT out も追加されると嬉しいですね。もっともっと欲を言うと、物理ボタンの配置、この配置とか、あとは好きな機能を割り当てられるボタンとかが1個とか2個とか増えるともっと使いやすくなるんじゃないかなと思います。ぜひ、皆さんが新型に期待する機能、コメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。